まだなー、消えた嘘でしょ。止まった。間違えた。ちょっと待ってください。携帯なくした。でも今フィルムレート始まる。とりあえず電話貸してもらっていい？電話貸してもらっていい？はい、いいですよ。はい、行きましょう。はい、どこだっけ？マジかっこいい。あと16分。やばい。まあ電話して。もう多分映画見てる間に多分いけるっすよ。どこで失ったらいけるか。これだけ作りますね。いやそんなつもりない。もうマジ最悪だ。あんな楽しそうにしてた。マジで。そうでしょ、マジで。すいません、あの今すぐ忘れ物しちゃったんですけど、携帯電話を。マジでバカやな。車両番号ですか？まあ、向かいながら行きます。00から。これだ。00。これだけの塊や。マジで追いかける姿、ドラマチックじゃないですか。確かに。笑ったけど、携帯電話です。はい、すいません。はい、ありがとうございます。俺の電話に携帯して、電話しろって。さすがに、あれでしょ。昭和さんの焦りが出ます。気づいてよかったですよ。携帯会社でも絶望化する。まあ、でも分かります、それは。ほんまに、その、必要じゃなくても、なんか心細い。まあ、確かに。体もちょっと消えたみたいな。分かるわ。タクシー会社にはもう連絡ついたんですよ。はい、まだちょっとまた電話来ると思うんで、ちょっと持ってていいですか？最悪や。絶対近くにいると思う。私携帯なくした時の絶望感すごいでしたね。ちょっとごめんね、本当にね。せっかく楽しい雰囲気だったんで、めっちゃ申し訳ない。いきなりちょっともう俺もうやだ、もうワンピース見ながらずっとそんなこと考えちゃうじゃん。あるな、あるな。まあ見つかるっていうか、先ほど電話した前田です、はい、隣のドアでなかったですか？ドアの中に挟まってると思うんですよ。本当ですか？分かりました。ちょっともう一回かけ直します。すみません。ありがとうございます。電話取らないって言ってます。家にあるとかって絶対。いや、絶対持ってきてたから。電話かけます、一回。ポケットとか全部調べました？もう一回見ていいですか？今かけてますよ。ないっすけどね。ポケット。ポケットないっすもん。ないけどね。絶対置いてたんすか？100%置いて、絶対置いて、100%。だってタクシー呼べないもん、じゃあ。ああ、確かに。あ、来たっすよ、友達、電話。タクシーです。はい、もしもし。ありました、ありがとうございます。お。はい。はい。あったっす。ありがとうございます。10分。え？ちょうどだ。はい、わかりました。はい、すいません。ありがとうございます。じゃあ俺待たなくちゃだから10分間に合うんですか？開演でも絶対多分50分からで、今44分だから、まあ、それ予告あるっすか？だからそこで、はい、ギリ携帯やっぱ優先しますよ。チケット、俺チケットもらってくるわ、今ロケマさんところに。あ、オッケーっす。今チケット持っていかないと多分やばいから。オッケーっす、わかりました。もらってきます。はい、最悪だ。じゃあこれで、じゃあチケットこれね。はい、はい、楽しんでいきます。いきます。じゃあまた後で交流。また、はい、また後で会おう。すごいな、あの人。ほんまになんか笑いに全振りしとるよな。あのタイミングであれになるのはやばいわ。俺がトーマーとないジーカーです。